見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設同県榊紅葉チャンネルです。今回の情報共有動画は、四つ葉ちゃんのフィギュアができましたというお話です。イラストや写真からキャラクターを 3D 化し、 3D プリンターを用いてこのように立体的なフィギュアを作る技術が最近かなり進歩してまいりました。そこでこの度、当法人のイメージキャラクターである四つ葉ちゃんのフィギュアを作成いたしました。サイズは20センチから40センチ。置き場所は施設内の玄関付近です。業者の方からは、イラストのキャラクターは足が細く、自立が難しいため、台座の上に座っているようなポーズを提案します。ということで、台座に座っているポーズで作成を進めました。素材は FRP、繊維強化プラスチックプラス塗装仕上げです。そしてこちらが設計段階の四つ葉ちゃんの 3D になります。このように立体的に再現されているのがわかると思います。はい、これが一周回った3D のデータです。それでは出来上がったフィギュアをご覧ください。こちらが正面からのものです。こちらが少し側面から写したものです。こちらが背面からのカットです。微妙な塗装の濃淡もよくできています。それでは四つ葉ちゃんのフィギュアの外観をぐるっと一周動画にしてみましたのでご覧ください。やはり台座に座らせることによってこのように安定してフィギュアが固定されていました。一見ソフトビニールみたいな材質だと思ったんですが、触ってみると非常に硬くて、この台座もずっしりと重い形になってます。はい、こんな形です。ということで、今回の情報共有動画は、四つ葉ちゃんのフィギュアができましたという話でした。四つ葉ちゃんが皆様をお迎えいたします。ご視聴ありがとうございました。